正常な細胞が癌になるまで、ここに正常な細胞があります。この細胞が何らかの原因で変化してできたのが癌細胞と言います。そう、細胞の中に癌の遺伝子や癌の抑制遺伝子があります。何らかの原因で癌の遺伝子が傷つけられて、正常細胞を癌細胞に変えてしまいます。癌抑制遺伝子も何らかの原因で障害を受けると、抑制する働きがなくなり、細胞が癌化してしまうのです。癌細胞は、体内の正常な組織へあちこち侵入をして、組織を壊し、広がって悪さをします。正常組織が摂取しようとする栄養をどんどん取ってしまい、体を衰弱させて、最悪の場合、死を呼んでしまいます。以上、癌になるまでの説明でした。